ならということを聞かれるんですけども、まあ、やっぱり物価が安くてですね、できれば親日、まあ、フレンドリーな人が多い国っていうところだとやっぱりフィリピンかなと思うんですけども、まあ、家族で住むならですね、やっぱり文化的に合うかどうか、あとお子さんとか奥様とかですね、あの旦那さんとか、その相手の、一緒に住まれる方と短期滞在をしてみて合うかどうか、文化的なもの、食事的なもの、言葉、あとその人柄、現地人 の、 その、感覚ですよね、こっちに対しての感覚とかって結構違うんですよね。タイもあの微笑みの国って言われるんですけども、結構あの人当たりの激しい人にあの当たってしまってイメージ悪い人とかもいますし、本当にそれぞれなんですよね。まあ、老後の移住っていうことを考えると、やっぱりあの治安と物価面と、あと伸びしろの部分は大事かなと個人的に思いますね。やっぱり日本みたいにあのゆっくり落ちていく国よりは、伸びていく面白い国の方が楽しめるんじゃないかなと個人的には思います。